コラーゲン配合マンのドキュメンタリー映画めっちゃ好きやねん、ご覧いただきましてありがとうございます。この番組はですね、私体験ドキュメンタリー芸人のコラーゲン配合マンが、まあ、アホなんですけどね、アホなりに、一生懸命気持ちで、ドキュメンタリー映画をおこがましくも紹介していくというそういった内容になっております。さあまずですね、一つ皆さんにご報告がございます。これはびっくりしましたですよ。今までですね、過去2回、荒屋敷の住人たち、それとあの日本の保健婦さん、この2本を紹介させてもらいましたけど、全部ですね、僕がお願いしに行ってたんですよ。喋らせてくださいって言ってですね、劇場の方に。そしたらですね、3回目にしてですよ、初めてです、オファーをいただきました。これびっくりしました。でまだですね、その映画の内容でね、ドキュメンタリーやけど、コメディタッチなんもありますわ。例えば去年のね、あったんで、マック赤坂さんのドキュメンタリーでね、立候補。この辺とかちょっと面白い映画であったんでね、その芸人が紹介しても、まあそんな問題ないかなっていう気もしますけども、今回オファーいただいたのがですよ、ブックオブサイレンス。これ超社会派ドキュメンタリー。大虐殺がテーマのね、重いドキュメンタリーなんですよ。いやー、なぜ私にっていう不安はあるんですけれども、まあ、今回ですね、まあ、一生懸命また本当に、まあ、アホ丸出しになると思いますが、一生懸命お伝えしたいと思いますので、一つよろしくお願いいたします。まずですね、あらすじをざっくり言うとですね、舞台はですね、50年前のインドネシアなんですよ。なんかね、軍がですね、それで政権を握るんですね、50年前。ほってですね、軍に対してですね、歯向かう、一般の市民の方々をですね、まあ、歯向かうというか、まあ、考えの違う人をですね、虐殺していったらしいですわ。で、まあ、自分たちが手を下すとまずいんで、民間のマフィアさんとか、で、なんて、チンピラさんの方とかを雇って、100万人にも及ぶ大虐殺やったと。か、まあ、事実としてこれはあるわけですわ。で、実はですね、前作、アクト・オブ・キリングというのがありました。これは、その、加害者の方ですね。虐殺をした方の目線で作ったドキュメンタリーが、アクト・オブ・キリング。今回はですね、その被害者側の目線で、作って、いかれたドキュメンタリーが、この、ルック・オブ・サイレンスです。どういったことをアプローチしていくかというとですね、その被害者の中のお一人ですよ。アビーさんという方、お兄さんを虐殺、殺されたんです。そのアビーさんが、その、兄の、殺害に関わっていたであろう、加害者に会いに行くというですね、そういうこれもすごいドキュメンタリーなんですよ。さあこんなドキュメンタリーをですよ、誰が作られたのかと、監督はですね、ジョシュア・オッペンハイマー監督という方です。6月の頭にですね、来日しはりましたんでですね、僕はラッキーにもですね、お会いすることができまして、取材させていただくことができました。こちらイメージフォーラムさんでね、劇場の方で取材させていただいたんですけども、一応まあ確認のため、この方ですね、監督です。オッペンハイマー監督、アメリカの方ですから通訳の方がいてあります。でこの時は僕だけじゃなくてですね、世界日報さんという、ね、雑誌の方ですね、の方と私コラーゲン配合マンの合同取材という形だったんですけども、ここからはですね、オッペンハイマー監督の人柄を軸にですね、ルック・オブ・サイレンスを紹介していきたいんですが、というのもですね、いや僕最初イメージではですね、やっぱりこういうシリアスなドキュメンタリー撮るはる方ですから、もう真面目でね、で、まあ、正直硬くて、でウィキペディアで調べていったらな、ハーバード大学出てあるんですよ。もう超インテリアし、僕は一方、僕はドアホですよ。青やしお笑い芸人で売れへん お笑い風情、これはもう受け入れてもらえるんやろうか思って行ったらですね、めっちゃ気さくな方ですわ。ねえ、お笑い芸人で僕言ったらね、で、通訳の方通じて、わーおばー、通訳の人に聞いたらですよ、私はお笑いが大好きです。今日はぜひ、いっぱい笑わせてください。楽しい取材にしてください。させて、いただければと思います。言うてくれるんですよ。うわー、そんなお笑い受け入れてくれることないなと思って。で、僕もちょっと調子に乗ってですよ、いや、ほんまですか、それありがたいんですけど、ただね、僕ね、いかんせん、おもろないんですわ、ってこう言うと、この通訳の方を通じて、ばー聞いた感じが、おらーって通訳の方がまたこれ冷静にですよ、女性の方がですよ。大丈夫です。私は空気を読んで笑ってあげますって、いらんわ、言いながらですよ。そんな気さくなやりとりがですね、できると思ってなかったもんね。何やったんですよ。いじってまでくれるんですよ。僕が名刺渡したんです、監督に。これ僕、コメディネーム。コラーゲン言いますね。コラーゲン、ジャパニーズコメディアンネーム、コラーゲン、パッて渡したらですよ。ね、ここは通訳の方を、まあ、はしょって今、二人の会話で日本語でやりますけど、ほんな監督が、コラーゲンちゅうやん。だから肌綺麗なんや。って、当てつけかと。はい、僕も、いえいえ、どこがですの、ボコボコですやんか。言った監督が、
いや、でも大丈夫。肌はどんなに汚れていても、若いから大丈夫って言うてくるぞ。若いからって、いや、僕45ですけど、監督いくつなんですかと、40。もっと若いがなって。もうね、こんなやりとりができるとはね、と夢にも思いませんでした。全然映画の話をしひんので、3日で言った通訳の女性、すいません、そろそろ映画の話をって言うぐらいの、そんなね、硬い取材かと思いきや、そういう風になっていったりしたわけですよ。で、最初はね、この世界日報でね、佐野さんという方がね、質問していきました。経緯は、どういう経緯でこの映画を作られたんですかって。まあ、その質問にわーっとこう答えて、いかん、オッペンハイマー監督はですね、もう思いが溢れるからですね、この経緯はどういう経緯でっていう、この一個の質問に、うわーっとこう喋り出していかはるんですけど、もうそれを聞いててね、僕はもう本当に、まあ、嘘でも僕もですね、いろんな現場に取材に行きますわ。まあ、お笑い風情ですが、その、取材者の端くれとしてですね、もうめっちゃ勉強になりました。ね、その佐野さんの質問、経緯の質問から、後半の方はですよ、取材していく上で何が一番大事かみたいな話になっていくんですよ。ただ、監督が言ったのが、先入観を持たない。これが一番大事ですって言うんですよ。例に挙げたのがその前作のアクトオブキリングの時ですわ。これはね、あの監督がね、加害者にこう会いに行くわけですよ。で、その時にね、人殺しやって、まあその先入観でアプローチした場でやっぱりいけないと。生まれながらのモンスターはいない。ね。で、この人もひょっとしたら、その後、すごい十字架を背負わされ、ね。どう心のひだは動いていったかはまだわからないんやから、あくまでもフラットな感じで、この人を理解したいという気持ちで、取材していったらしいんですよ。やっぱ偉いもんでね、ほとんどのその加害者の人は、当時の模様を自慢げに、ああ、やってやったさみたいな感じで、喋っていってはったんですけど、一番そういう風に、ちゃんと人として監督が誠意を持って接していくと、相手も信頼してくれたアンワルさんという方がいるんです。加害者の人ですけど、アンワルさんという方に関しては最後にはですよ、監督にね、実はって言って、俺取り返しのつかへんことをしたかもしれんって言って本音を吐露するというですね、そういう、まあ、衝撃の結末を迎えるわけですけども、だから絶対にそういう先入観ダメですね、やっぱり信頼関係を築くのが取材では大事でしょうねっていうのを佐野さんに言うだったんで、それを横で聞いててですよ、もう僕はほんまにいかに自分ができてないか、いやー本当にね、もう切り刻まれるような気持ちですわ。あー耳が痛いな。やっぱり僕いろんな現場行きますけど、まあ、どっかにやっぱ先入観あるもんとか決めつけて取材をする時もね、何回かやっぱあったんですわ。だからうわー本当にこの人すごいなーっていうね、すごいっていう気持ちとね、なんて俺はできてへんやろうっていうこの両方の気持ちからですね、これマジですよ、もう表情としてはですね、もうわかります、これかなかなね、ああほんまに現場でこんな顔になって、ああって聞いてたんですわ。これね、監督はびっくりしますわね。この目の前にいるその佐野さんっていう人の質問に答え、佐野さんに向かって喋ってるのに、横パッて見たら僕が、あんまり気になったんがですね、佐野さんに喋ってるのに、なんとか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 、ジャストモーメントプレイス、聞き直したんです。やっぱりああいう時ですね、通訳の方ってすごいですね。あんまり感情入れんと淡々と冷静におっしゃるんで、なぜ悶絶してるんですかって、いや別に悶絶してるわけではないって、いやもう感動してるんですわ、素晴らしいですね言って、まあ僕も実はこういう取材をしてましてみたいな話をしてね、伝えると、もう監督もおーありがとう、コラーゲンさんありがとうという日本語で名前も言ってくれて、いやすごいなと思いました。僕は何が言いたいかというとですね、このオッペンハイマー監督やからこの映画はね、多分作り得たんやと思いますわ。要はですね、前作ではですね、加害者の心、そして今回はですね、被害者の心、どちらもですね、ほんまにですよ、加害者にも被害者にも信頼関係をね、監督は作れたんですよ。だからこの日本の作品は
成立したいなと思います。要はだから先入観を持たないということを、僕は身をもってね、お笑いなのに、アホなのに先入観なしにちゃんとね接してくれはった監督の人柄が、多分これは取材現場で被害者に会う時も加害者に行く時も多分出て、そこでも人間関係を構築されたからこの映画ができたんだろうなと思います。そういった意味ではですね、唯一にして無二の本当にドキュメンタリーだと私は思います。さあそんなですよ、ルックオブサイレンス、7月4日からですね、シアターイメージフォーラム、ほか、テアトル梅田、シネマート心斎橋、京都シネマ、元町映画館で、4月4日から上映されますが、順次ですね、全国で上映されていくということでございますので、皆さんぜひ公式ホームページございますので、そちらの方でまたご確認いただきながら、私なんかのこつつない喋るよりも、もっと細かくですね、ホームページの方にはですね、ストーリーとかですね、アプローチの仕方とかも紹介してございますので、見ていただいて、そして劇場で、ご鑑賞いただければと思います。お付き合いありがとうございました。